コナンは、オスのベルジアンシェパードドッグマリノアで、アメリカ合衆国の軍用犬。名前の由来は、テレビ司会者のコナン・オブライエン。所属は、陸軍のデルタ・フォース。2019年10月26日の、カイラ・ミューラ作戦に参加し、アブーバクル・アルイコールバグダーディー殺害に関与及び、負傷したことで注目を浴びた。ケネス、F ・マッケンジジュニア将軍は10月30日、犬は、 作戦中関連により負傷したが無事であり、治療を受け屋外勤務に復帰したと発表した。犬の活躍と負傷に対し、パープルハート賞を与えようとの世論が高まったが、軍用犬は除勲対象とならないため大統領の対応に注目が集まった。2019年10月28日、ドナルド・トランプ大統領はツイッターで、コナンの写真を添え、素晴らしい犬と述べた。 この時点で犬の名前は明かされていなかったが、すぐにニュースウィークにおいて公表され、31日には大統領もツイッターで犬の名前がコナンであると認めた。続けて大統領はデイリーワイヤーが作成した自分がコナンに肉球型の名誉勲章を授与する合成画像をアメリカンヒーローと題して投稿した。これら一連の動きに合わせて、 コナンの知名度と人気が急激に高まり、ゼロバークサーティナルスローガンやキャラクター商品まで登場する盛り上がりを見せた。コナンの性別に関する情報が2点3点した。ニューズウィークは一旦コナンがメスと報道してからオスに訂正した。RTL ニープリングウィズズはコナンがオランダのベストでトレーニングされた5歳のオスでとても賢い犬だと報道した。 11月25日にはホワイトハウスが公式にコナンはオスであると伝えた。翌日アメリカ特殊作戦軍もオスであることを認めた。同日 ABC ニュースからアメリカ特殊作戦軍がコナンはメスだと語った旨の報道がされた。しかし ABC はすぐにこれを撤回し、複数の士官からコナンは優との証言を得られたことを伝えた。メディアを再生する。 ホワイトハウスのローズガーデンで報道陣に紹介されるコナン2019年11月25日2019年11月25日コナンはハンドラーに連れられホワイトハウスを訪問しホワイトハウスのローズガーデンでトランプ大統領から報道陣に紹介された大統領はコナンが今や世界一有名な犬だとした上で不屈の犬奇跡の犬などと褒めたたえた メラニア大統領夫人とマイク・ペンス副大統領が同席し、傍らで撫でる副大統領にコナンは懐いた様子で寄り添った。コナンには名誉勲章を模した特注のメダルと額が贈られた。この日大統領は作戦に従事した複数の特殊部隊員とも面会したが、現役兵士であり国家安全保障に関わる機密であるとして詳細は明かされなかった。ありがとうございます。